改めてワールドカップがこうして終わって、今どんな思いでいらっしゃるか教えてください。結果が出なくて本当に悔しいです。ただもちろんコンディションの部分で2試合目から戻ってきて、そこからこう世界に向けてできるぞっていうところを証明できたところも相当数いろいろあったんじゃないかなと思います。そのあたりどういうふうに感じてますか。こう勝てないだろうと思われていたあのグループを1位で突破できたのは本当に素晴らしいことだと思いますし、僕自身こう怪我明けで2戦目からの出場にはなりましたけど、試合を重ねるにつれてあのパフォーマンスも少しは上がっていったので、ただその本来 の, あの自分のパフォーマンスには程遠かったと思いますし、本当にチームにこう貢献できなくて残念に思っています。この4年間森保監督が対応力だったり柔軟性だったりそういったところをすごく大事にしてやってきて、で森田選手自身もいろいろコメントなんかを聞いてると、やっぱりこう相手に合わせてその時やるべきことをその名前じゃなくてやっていかなきゃいけないということをたくさんおっしゃってて、昨日の試合に関してはそのあたりっていうのはすごく表現できていたのではないかなと思うんですけど、ご自身としてはどうだったんですか。そうですね、試合の中で選手と話し合って、その場のこう最適解を見つけながら解決するっていうのは昨日の試合も同じようにできたと思うんですけど、やっぱりこう一本のチャンスをものにされてしまって、僕たちがこうグループで、そういったチャンスをものにしてきたように同じようなことを相手にされてしまったので、本当にその一本でこう勝負が決まってしまうのがサッカーのこう、残酷なところというか、魅力でもあると思いますし、そうですね、できたところもありますけど、できなかったことの方が多かったのかなと思います。森田選手はこの4年間でまさに日本代表に定着するなくてはならない欠かせない存在になったと思いますけれども、今後の4年間と考えたときに今ちょっとまだ難しいところもあるかもしれませんが、どうなっていきたいというふうに思いますか。本当にこのワールドカップ、僕自身初めての大会でしたけど、本当にチームだったりこうファンの皆さんにこう支えられて助けられたなという気持ちでいっぱいなので、次のワールドカップは僕自身があのチームを導いていけるような存在になりたいですし、この大会によってこうより自分が、いろんなものを背負いながら導くような存在になりたいという気持ちが本当に芽生えたので、今後そういったところにこう着目してもらえばなと思います。コスタリカ、スペイン、クロアチア、こういうチームとワールドカップの舞台と戦って、森田選手が今持っているものでこれは通用したなっていう部分はどこなのか、そしてこれから磨いていかなければいけないと考えているのはどういう部分なのか教えてもらっていいですか。やっぱり通用した部分は本当チーム力だと思います。やっぱりこう日本人の勤勉さだったり、真面目なところっていうのは、強豪国が相手でもこう一つになればいい戦いができるというのは証明されたと思いますし、選手個々の部分を見ても、本当に今ヨーロッパに来てこうたくさんの選手が厳しい環境の中で切磋琢磨してプレーしていると思うので、日本サッカーが本当に、よく向上されてきてるんじゃないかなっては感じてるんですけど、本当まだ一歩こう届かなかったっていうのは何か原因がありますし、それが何でなのかっていうのは僕自身まだ分からないですけど、考えて行動していくしかないのかなと思います。ブロックを敷いて強豪チームをしっかりと迎え撃って、そこから攻撃に行くときでもものすごく前から圧力をかけていくというところはものすごくこう日本のサポーターも興奮したし、誰もがこうすごく期待した部分だと思う一方で、その自分たちで握る時間というのはとても短かったワールドカップだったとも思うんですけれども、そのあたりというのは次に向けてというのを考えたときに、このスタイルが日本のスタイルとしてやっていくべきなのか、それとも次に行くためにはもっと別のことが必要なのかって今森田選手どう考えますか。もう僕自身は、今大会においてはアジャストするような形で、相手によってこう合わせていくような作業が本当多くて、
ただやっぱり これから先今大会で日本がこう力があるということをこう世界中に証明できたように、まあ、これからこう日本が、まあ自分たちからこうアクションを起こしていくようなサッカー、相手に合わせるんじゃなくて、まあ、それ以上にこう自分たちがどういうものをこう提示してどういったものをこうやろうとするのかっていうのが本当に必要になってくると思いますし、それができる国だと思っているので、今後4年間でそういったところをこう構築していければなとは思います。最後に一つ、もう来年は国際大会でいうとアジアカップもあります。アジアの舞台で示さなければいけないものだったり目指すところってどういうところに教えてくださいますか。まあこれは何ていうんですかね、まあ、調子に乗ったりとかそういうわけじゃないですけど、本当ワールドカップで強豪国相手に戦っていくには、まあ、本当アジアっていうところで見れば本当小さいですし、まあ、当たり前にこう勝っていけるような存在にならないといけないと思いますし、まあ、今回アジア勢がこうベスト16で多分全て敗退してしまったと思うんですけど、僕たち日本がアジアを引っ張っていくって気持ちは本当に強くなったと思いますし、まあ、そこに本当期待してほしいので、そういった意味でもアジアカップ必ず優勝して導いていきたいなと思います。ありがとうございました。